はい、竹渕エルモさんがちょっと会場に来られないので代わりに作品の解説をします。今回はこちらの作品で耐えられないという作品ですね。こういうような言葉書きが入っていて、竹渕さんの作品は必ずこう言葉とね作品がこうリンクしてるっていうような作品ですね。こうね、だから割とシンプルなものが描かれてるんですけれども、なんかね行間を読むようなね文学的な作品の文ですよね。こちらは小さい玉があって、こちらもねちょっとこの辺り同じサイズで玉があるシリーズなんですよね。なんか3つ並べたりするととてもいいのかなって思ったりします。はい、今回は竹渕エルモさんの耐えられないという作品でした。